こ？時間食っちまった。そんなに急がなくていい。なんだおっさん、すぐ倒れんじゃねえぞ。やんのかかぜ。しばらく寝てろ。ほっほー。なんだ？危な！はい。
ここなの？俺も初めは信じられなかった。1年前とは全く違う。前はどんな感じだったの？ホームレスのたまり場だった。何かの工事をしているようね。ああ。久しぶりですね、キリュウさん。ボスは地下の一番奥でお待ちしています。どうぞ。地下にこんな町があるなんて。驚くのはまだ早い。え？行きましょう。いえ。おい。はい。キリュウだ。誰かいるのか？
いるのは分かってるんだ。出てきてくれ。待ってたで。キリュウちゃん。キリュウちゃんが肩着になってしもうて、この一年めっちゃ寂しかったわ。せやけどキリュウちゃんなら絶対にこの町に帰ってくると思っとったで。何この人。元東条会島の組の若頭、俺の兄貴分だった人だ。一年前の事件にも絡んでる。久しぶりだな、真島の兄さん。なんやキリュウちゃん、もう女作ったんかい、このすきこましげ。誤解すんな。照れることないやんけ。なあ姉ちゃん。府警第四課主任佐山薫です、よろしく。府警四課。姉ちゃんデカなんか。キルちゃんどないなってんねん。それよりどうしたんた、ここにいるんだ。ここの前の親分がいなくなったからや。花屋が。花屋。ああ、一年前ここにいた伝説の情報屋の名前だ。せや、通称サイの花屋、元警官のおっさんや。なんや、情報を渡すときに花束使うてたらそないな名前になってもうたらしいわ。花屋はどうしてるんだ。表の人間になったらしいわ。表。なんや、警察の下請けでカムロ町のモニター映像から情報提供をやってるらしいわ。ま、ある意味花屋にとっちゃ元の鞘に戻ったってだけのことなんやがな。つまり警察関係者になったってことか。そうや、それがきっかけでサイの瓦は機能専用になったんや。そこで俺は真島建設を立ち上げてカムロ町ヒルズの建設事業を受けよった。カムロ町ヒルズ。上に立っとったやろうが、バカでっかいビルの鉄骨が。あれがカムロ町ヒルズや。ま、俺のほんまの狙いはそれに乗じてこの地下街を丸ごといただくことやったんやがな。あんたも意外に頭が回るんだな。せやろ。で、今日は何の用や。東条会に戻ってくれ。かしこまって、何アホなこと言うてんねん。キリュウちゃんに冗談は似合わんわ。本気だ。今の東条会にはあんたが必要なんだ。戻ってくれ。お断りや。頼む。やめや、キリュウちゃん。俺はキリュウちゃんの備えな姿見とうないんや。頼む、真島の兄さん。東条会を救うには真島組の力が必要なんだ。頼む。しゃあないね。それなら一つ条件があるわ。なんだ。キリュウちゃんにしかできへん仕事や。まさか。せや、トーナメントや。で、引き受けるか。トーナメント、どういうこと。すぐに終わる。先にセレナに戻っていてくれ。おい。おう。
ああ。Thank you.